を取ってましたので、チームによっては練習会場がずっと一緒じゃ同じじゃなくて、場合によってはあちこちで練習するというようなチームもあったんですね。そういう、そうなんですよ。教え子がその BJ リーグのスタッフをやってて、はい、でやっぱりその遠征先のことはよくわかんないけど、やっぱ練習するコートをまず予約しなきゃいけない、あと試合やるコートも場合によっては予約しなきゃいけない、でその中で選手の移動、まあ、チケットの手配とかも全部やらなきゃいけないっていうことで、はい、まあ、そのかなりボランタリーな形に近い支え方っていうのがまあ主だったので、そういうところと比べるとやっぱ企業チームってね、はい、まあ、しかも、もう日本のバスケットボールで最後残っていたあの企業チームってのはもう本当に大企業なんですね、はい、年間の売上が例えば2兆円、3兆円というような企業にとってバスケットボール1チームを運営する、まあ、例えば3億円とか5億円っていう予算なんですけども、これはやっぱりそんなに大きな問題ではないわけですね、それ大企業として、はい、だけど今までそのバスケットボールであのプロチームとして年間3億円稼ぐって大変なことなんですよ、大変なことなんです。ですからやっぱり大企業のチームの方が待遇は良かったんですね、はい、ですからやっぱり大学のトップ選手はやっぱり大企業のチームに基本的にはやっぱり張りたがります。でいい選手が集まる、大企業のチームが強くなるっていう構造だったんですね、はい、そうした行動差が今回どう出てくるのかということとは注目されてたんですけど、クリスさんが指摘したように思ったよりその戦力差というものがかけ離れているわけではなくて、まあ、緊張感を持ってそれぞれのキャラクターというものが前面に出るような形になってくるから、これからどうなるかは分からないということになるわけですね。まあ、当然あの最終的には差が出ると思いますし、その実業団だったチームがの多くがプレーオフに入ってくるのかなと、優勝争いに一番熾烈に絡んでくるのはそういったチームになるのかなと今でも思ってますけれども、あの最終的にはあの、まあ、これ長い目で見てっていうところでどん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 そこはブレンドされていくのかなっていうふうには思いますね、うん、はい、また対抗してね、そのチームに勝つために戦術を練ったりとか、まあ、それぞれのね、そのチームカラーを出していく中で、はい、やっぱそのまあ、バスケットのスタイルっていうのを編み出していくとか、まあ、そうしたような仕方でその創造性がもっともっと高まっていく、はい、だから、まあ、あの上昇軍団っていうのに今そのまま企業チームが固定されるっていう状況ではなくなってくる頃が、おそらく、まあ、次の段階に進んで楽しくなる時期なんでしょうか。開幕から僕が結構調子いいなと思っているサンエンネオフェニックスなんかは BJ 出身のチームなんですよ、はい、だけどこう例えばあの後に説明するはずだったかもしれないんですけども、外国籍が出場できる枠が、4クォーターで6枠っていうふうに決まっていて、それをヘッドコーチが試合前に提出するんです、両チーム。それでまあ、1-2、1-2にするのか、1-1、2-2にするのか、当然ゼロのクォーターを設けてもいいんですけど、まあ、ゼロっていうのはなかなかしんどいと思うので考えづらくて、で B2 なんかはもう1-2、1-2で決まっていたりだとか、まあ、バスケットの定石で考えたら1-2、1-2落ち着くんですけども、3円は、その太田選手って